これからバイトだから私はここで。みんなまたね。今日カフェのバイトの日か。じゃあまた。さきちゃんバイト頑張ってね。バイバイ。にしても今日のさきやけにテンション高かったね。もしかして何かいいことあったのかな。晩ご飯に好きなものが出るとか。それなら私たちに言うでしょう。よく小学生みたいに今日は夜ハンバーグなんだとか言ってくるし。それもそっか。それじゃあなんだろうね。なんだろう。ま、元気な分にはいいか。それじゃあ私は楽器屋寄るから。あ、私も買い物して帰るからここで。またね、いちかちゃん。うん、また明日。があんなにはしゃいでたのはみんなと一緒にいられるのが嬉しいからかな。いっちゃん、今日はわざわざお見舞いに来てくれて本当にありがとう。ううん、むしろあんまり来られなくてごめんね。全然だよ。ここまで来るの新幹線使っても2時間かかるし、交通費もすごいかかっちゃうんだもん。そんなに何回も来てくれたら悪いなって思っちゃうし、ほなちゃんとしほちゃんの都合が合わなかったのは残念だけど、私みんなと遊ぶためにも頑張って直すね。うん、待ってるよ先。それじゃあまた来るね。うん、またね。あ、駅で買える桃ドールってお菓子おすすめだよ。とっても美味しいんだ。お土産に買ってってね。バイバイ、いっちゃん。さき。ずっとみんなと一緒にいたかったんだもんね。こうやってみんなで一緒にバンドをやれるようになって本当によかった。お疲れ様でした。確か。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。スケジュール帳、予定がいっぱい。バンドもして、部活もして、バイトもして、青春してるって感じ。でも、みんなに会いたいな。もっと一緒にいたいな。ん？なんだろう、このポスター昨日まではなかったよね。天文台一般開放、家族や友達と星を見てみよう。これだー！みんなで天文台、すごく青春っぽい。世界でも綺麗な星いっぱい見てるけど、やっぱりこっちでも見たいもんね。天文台の場所は、あ、ここって近くにおしゃれな通りがある駅だ。それなら昼は買い物して、みんなでランチして、そうだ、この前雑誌で見たスイーツも食べようっと。あ、行ってみたかった美術館もあるんだった。
全部いけるかな。全部いこう。思い出いっぱい作っちゃおう。それでたくさん遊んだら、夜は天文台で星を見て。絶対楽しい。よーし、みんなにも予定確認しなくっちゃ。みんなと一緒にいっぱい遊びたいな。